銀太君と丸君クラブでタイマー張ってたから意味わかんない、意味わかんないでしょマジで。理由が先輩が起きてるのに潰れんなっていう、そう本当にこうヤンキーすぎる。マル君はもうめっちゃ飲まされてで先輩が起きてるのに眠るなでボコボコにされてたで横でナヤ失禁してた先輩大失禁してたその時あれ脇尾君と実はナンパしてたの、うん、そう、渋谷のクラブでそうだね。で女の子積もったんですよ、積もった22ちょうど、ね、そういう言い方するんだね、うん、もう10秒いやそのいやでもそんくらいでいこう今日はもういや千葉やんがちょっとやりづらくてそうだよ千葉やんが変人で変になってでその女の子22で積もりました、はい、でもうベロベロみんな、うん、だから脇尾くんがその時はもう本当女の子マスターだった、うん、そうだねクラブでナンパマスター、ね、だからそうなんだ、そうなんだ、まだ数があった時だよ渋谷は脇尾の街いや本当に嫌だってだから脇尾やんみたいになって、うん、女の子ナンパできました、うん、でホテル行こうみたいなでもレペゼンとかクラブいるからもうホテルサクッてサクッて思って、うん、何その遊び俺もう20歳ぐらいだったすげえな、脇尾そこ本気しかうるさ尖ってるねで、ナンパして、うん、で外出ます、はい、可愛い子と普通の子がいたそうだねどっちも可愛かったんだけど、うん、どちらかというと可愛い子がいてどちらかというと普通の子がはいはいいて、脇尾くんが先輩だから俺この子がいいうん怖いああ、絶対いやって言って、で俺はまあ普通の子普通って言っても可愛いけど助かりますって感じでホテルに入るんですそしたら、セックスしようって思うじゃないですかそしたらドア開けてすぐめっちゃ大量のゲロがこれ以外でも思わないもんこれやったセックス二十歳の頃うわークラブで渋谷でナンパそう俺夢みたいな話夢みたいな話確かにもう最高やばい渋谷ドリームだよそう渋谷やべえと思ってホテル俺先入ってで女の子後から入ってそしたらもう大量のゲロって、うん、カーペットにカーペットにめちゃめちゃ臭くてゲロ臭くて脇尾くんも置いて俺クラブ戻ったそうそうそれが女の子も置いて LINE 来てて、うん、俺なんかバチボコやってる最中に LINE 来ててまあ LINE 見るじゃんそしたら JP がもう死にたいです脇尾くんもう帰ります死にたいまで言ったそう死にたいまで言ったからめちゃくちゃ食らっとうやめっちゃ勃起したホテルのフロントでお金払ってる時めっちゃ勃起したうわーと思ってマジおもろいっていう時にだから丸くんがボコボコにされた その間にで帰ったら丸くんがボコボコで、うん、ちょっと半泣きみたいななんだろその飲み会この空のように広がるストーリーまた同じようにあの頃のように笑わせ合ってもっとお互い頑張ろうなって誓ってここまでやってきてよかった